バンガードから週末に投資と経済の見通しに関して最新のレポートが発表されましたのでご紹介します。3月の CPI データはインフレ率を2%目標に導こうとする FRB の政策立案者が直面する課題を浮き彫りにした。CPI の構成要素で特に粘着性の高い2つの要素であるシェルターとシェルターを除くサービスの成長ペースを減速させる必要がある。これらの面で進展がなければ FRB は利下げをすることができないかもしれないとバンガードは述べている。逼迫した労働市場と 堅調な賃金上昇に後押しされ12月以降住居を除くサービスの価格上昇が加速している一方シェルターインフレのペースは1年前から鈍化してはいるが FRB を安心させるほど急激ではないシェルターインフレのさらなる鈍化はコアインフレが FRB の目標に到達するために不可欠である 仮にシェルターインフレが景気交代前の平均値である約2.5%に戻ればコア CPI は約2%になるんです。バンガードによるとシェルターインフレが緩やかになるには労働市場の状況が著しく弱まるか住宅供給が増加する必要があるということ。いずれにせよ意味のある変化は今すぐには起こりそうにはないと述べています。こちらが最新のバンガードが示した今後10年間の金融市場見通し。一番上がアメリカ株。今後10年間で年平均3.7から5.7%の利率。 リターンを予想しているということその下アメリカを除いた世界株年平均6.9から8.9%のリターンを予想しているそしてアメリカを除いた先進国こちらも6.9から8.9%その下新興国株6.1から8.1%アメリカのバリュー株4.3から6.3%アメリカのグロース株0.9%から2.9%とかなり低いリターンを彼らは予想していますアメリカの大型株3.7から5.7%アメリカの小型株4 からそしてアメリカのリート4.16.1%。 それでは、ヴァンガードによる地域別の見通し。まずは、アメリカ。最新のインフレと労働市場のデータは、米国のモノ・サービス生産が引き続き健全であることを示唆しており。経済の好調が続けば、2024年の FRB の利下げを阻止できるかもしれないとのヴァンガードの見方を裏付けている。消費者物価指数で測定すると、3月のサービス価格は前年度月比で5.3%上昇した。ヘッドラインインフレ率は前年比で3.5%の上昇だった。そして、FRB が推奨するインフレ指標で であるコア PCE は2024年通年で約2.6%を記録すると予想される米国の労働市場は依然として揺るぎない強さを保っている平均時給は34ドル69セントで前年同月比4.1%の上昇失業率は年末までに3.8%から4%程度まで緩やかに上昇するとバンガードは予想しているそして2024年の米国の実質経済成長率は2%程度と予想 次に中国中国経済は2024年顕著調なスタートを切ったかに見えたしかし今後の成長の持続性については既に疑問が呈されている今年の第二四半期は業績がさらに悪化するとバンガードは見ている力強い成長が続けば通年の成長目標である5%程度が見えてくるが中国は根本的な経済不均衡に対処できない可能性がある政府が個人消費を支援するためのより直接的な施策よりも投資や製造業のレベルアップを優先する政策を取っていることから構造的な 的な不均衡はは残るる可能性が高いいとバンガードは見ているその結果需給の不均衡が消費者需要の低迷の中でデフレ圧力に拍車をかけ続けると予想されるデフレ圧力を緩和するため中国人民銀行は2024年に政策金利を2.5%から2.2%に引き下げるとバンガードは予想している実質金利の上昇が引き続き物価の重荷になると予想しているバンガードは最近通年のコアインフレ率の見通しを1%から1.5%のレンジから1%にそしてヘッドを インフレ率の見通しを1.5から2%から1%未満に引き下げたということ。 次に EU、欧州中央銀行のラガルド総裁は適切な政策金利を検討する際、アメリカの中央銀行 FRB に依存するのではなくデータに依存すると強調した。国境を超えた政策金利の格差は金利の低い通貨に下落圧力をかけインフレリスクを高める可能性がある。バンガードでは ECB が2024年の残り5回の会合でそれぞれ25ベーシスポイントずつ金利目標を引き下げると予想しているがエネルギー価格の上昇により緩和ペースが緩やかになるリスクがあると見ている。 保険経済は2023年第4四半期に底打ちの兆しを見せている金融財政政策が依然厳しく欧州のエネルギー危機の影響が長引く中2024年の経済成長率は0.5から1%にとどまると引き続きヴァンガードは予想している緩やかな賃金上昇抑制されたままのインフレ期待さえない需要といった要因が重なりヘッドラインインフレ率は2024年9月までに2%まで低下しコアインフレ率も12月までに同目標に達するとヴァンガードは予想している失業率は 現在の6.5%前後で2024年を終えると予想している。 次に、英国。英国は賃金の伸びが引き続き緩やかになっており、インフレを促すニュースも出ていることから、今年夏の利下げの舞台が整う可能性があるとバンガードは見ている。ボーナスを除いた平均定期給与の伸びは、12月から2月にかけ6、6%に鈍化。6ヶ月連続の鈍化となっている。エネルギー供給会社がエネルギー1単位に勝つことのできる上限価格の引き下げは、ヘッドライン,インフレ率の低下を支えるはず。ただし、中東情勢が緊迫化する中、原油価格には注目している。年末 年末までにヘッドラインインフレ率は2%弱まで低下、コアインフレ率は2.6%程度まで低下するとヴァンガードは予想している。勇気づけられる賃金とインフレのデータは、イングランド銀行が8月から一連の利下げを開始し、年末までに銀行金利が1%低下し、4.25%になるとのヴァンガードの見方を裏付けている。 1>, 1月と2月の GDP データは英国経済が2023年後半に一時的な景気後退から脱しつつあることを示唆している。また、バンガードは2024年末の英国の失業率予想を4.5%から5%から4%から4.5%に引き下げている。 次に、新興国。米経済が引き続き好調な中、メキシコの2024年 GDP 成長率予測をヴァンガードは情報修正している。メキシコ製品に対する米国の需要は堅調を維持しており、国内の賃金と消費は持ちこたえている。ヴァンガードはメキシコの成長率、1.75から2.25%と予想している。これは1.5から2%のレンジから情報修正。しかし、金融政策が制限される中、依然としてトレンドを下回る成長率と指摘した。 メ国の約5%の成長にけん引され今年も平均約4%の経済成長を達成すると引き続きヴァンガードは予想している欧州とラテンアメリカの経済成長率は2%から2.5%の範囲と予想するが米国の成長はメキシコとラテンアメリカ全体にプラスに働く可能性があるメキシコのコアインフレ率は3.6から3.8%に低下しメキシコ中央銀行はオーバーナイトインターバンクレートを年末までに9から9.5%に引き下げるとヴァンガードは予想している カナダカナダ経済は2023年第4四半期に景気後退を回避した。これは1957年以来の力強い人口増加が消費を刺激したことと、米国経済の回復力が輸出を押し上げたことによる。2024年の成長率は引き続きトレンドを下回ると予想するが、成長率予想は約1%から1.25%から1.5%のレンジにバンガードは上方修正した。カナダ中銀は今年、オーバーナイト金利を50から75ベーシスポイント引き下げ、年末のレンジを4.25% 5, から 4. 5にするるとバンガードは予想しているそして最初の利下げは6月5日つまり次回の政策決定会合後に発表される可能性が高いとヴァンガードは見ている米国同様カナダもインフレ率低下のラストワンマイルが最も困難となる可能性があるヴァンガードは2024年末までにコアインフレ率が BOC の目標範囲である前年比2%から2.5%のペースに低下し住宅価格が寝ごろ感の低下に対応して緩やかになると引き続き予測している 最後にオーストラリア家賃の高まりと労働市場の逼迫によりオーストラリア準備銀行 RBA は先進国中銀で最後に政策金利を緩和する銀行の一つになるとヴァンガードを見ている RBA は年末までに50ベーシスポイント引き下げ3.85%まで利下げを実施し最終的には中立金利である3から4%のレンジに落ち着くとヴァンガードを予想するヘッドラインインフレ率コアインフレ率ともに2024年末には前年比3%前後まで低下すると予想している そして2025年のインフレ率は RBA の目標レンジの中間値である2%から3%まで低下すると予想している金利が上昇する中で金融環境が引き締まるため年末の失業率は4.6%程度になると予想しているちなみに2月の失業率は3.7%だったヴァンガードは実質家計所得の増加住宅市場の活性化企業及び消費者心理の改善がオーストラリアの成長の緩やかな加速を支えると予想しているそしてオーストラリアは2024年に景気後退を回避 GDP 成長率はトレンドを下回る約1%になると引き続き予想している。